平泳ぎで、まあ、一番得意な種目だと思うので、はい、平泳ぎで何か気にしてたポイントだったり注意してたところがあれば教えてください。はい、まあ本当平泳ぎは多分一番抵抗が大きい種目でもありますし、本当に、まあ、私が調子が悪いなっていう時に、まあ、ここがおかしいなっていうのはやっぱ私タイミングだなって思うので、うん、すごく意識タイミングは意識しながら泳いでいました、うん。まあ、手をかいてからしっかり足を蹴るっていう、まあ、同じタイミングでかいて引きつけってやっちゃうと前に進んでいかないので、しっかり手を大きくかいてから足を入れるっていうのを、うん、まあ、意識してやるといいかなって思います。